緑釉陶器は日本の平安時代に生産された生理油を使った西油陶器。海油陶器と共に人工的に生油された陶器として国内最初期のものに位置づけられている。緑釉鉄ケビン平安時代10世紀東京国立博物館像緑釉4足つぼ平安時代9世紀メトロポリダン美術館像平安時代当時は西油陶器全般を磁器と呼び、 緑油陶器は、政治と呼ばれていたと考えられている。構築用を使った焼き物の生産は、古墳時代に朝鮮半島から導入された水液に始まる。古墳時代の水液にも、油のかかったものが見られるが、これらは釜体内での焼成中に燃料である木材が、植物灰となって製品に偶発的に付着した自然油であり、人為的に上薬をかけたものではなかった。 生于の技術は7世紀中頃に朝鮮半島からもたらされるが、実際に日本にで生産が始まるのは8世紀前半になってからである。東山祭に習った奈良山祭やにあや、緑遊丹祭などが生産され、主に中央の貴族や皇族などの特別な階級へ供された。やがて高級食器である越州養鶏成時が輸入されると、 それら政治色の時期を国内陶器で模倣したものとして、旧世紀初頭頃に、緑釉陶器が誕生した。比較的融点が低く、摂取750度前後で溶ける金属である鉛、銅を主成分にした上薬を用いており、銅の反応で、海油陶器よりも強く鮮やかな緑色を発するが、焼き締まりは弱く海油陶器に比べて難質である。製作には、 素地となる器を焼いた後、釉をかけて、再度焼成する。機種はワ皿、ダン皿、耳皿、盤、蓋などの食前具が中心だが、ダコ、ヨンアーシツボ、手つけ瓶、大つけツ,ツなどの貯蔵具のほか、ガマ、カシャ、コ三足板、パチ、鉄鉢、ケ鉢、風あざすずりなどが存在する。生産は、平安系近郊の京都市落北洋、落西洋、 亀岡市市のよう、山口県域愛知県さなげよう、滋賀県み口でなされており、中国政治の代替を担う高級品として、各地の館が、寺院などに供給された。また終わり、長戸両国の製品は、律料の規定に基づき燃料雑器として経営、工能された。その後9世紀半ば以降、さなげようの周辺地域でも生産が起こり、 愛知県小牧市周辺の大北洋、豊橋市二川洋、岐阜県多治見市周辺の東農洋などでも生産された。旧世紀初頭頃に、落北で生産が開始され、間もなく、岸部画洋、東海、傍聴にも生産が拡大、さらには旧世紀半ば頃に、落西、旧世紀後半頃に市の鎌跡群、十世紀に入ると、大海でも生産がなされる。 落成では10世紀半ば頃、落北、篠鎌跡群では11世紀初頭頃、東海、大見、傍聴では11世紀前半頃に生産が終焉を迎える。浜松市博物館 2014P30、大阪府立地勝アースカ博物館2006。鎌跡自体は見つかっていないが、平城計先を二条二望十五坪からは、土地や鎌道具が見つかっており、 奈良時代の平城京内で、西遊陶器生産が行われていたことが指摘されている。なお、奈良山丘陵に所在する瀬跡谷が用跡から、緑湯河原等が同丘陵に所在する杉谷が用では、山菜たるき先河原の未生有品が見つかっており、奈良山丘陵でも西遊製品の生産が行われていたことがわかっている。末期と、 緑釉陶器大阪大学国語学研究室、銅と鉛の柔らかさ数王の国の緑釉陶器、マイナス、山口県防府市埋蔵文化財センター長門国、巣王国が、鉛、銅の生産地であったことが、緑釉陶器生産につながったと見られているが、釜跡は見つかっていない。銅と鉛の柔らかさ数王の国の緑釉陶器、 マイナス、山口県豊富島埋蔵文化財センター高橋1993浜松市博物館 2014p16 ありがとうございます。